そうこうしてひょーっと前のずっと離れた何列も座ってる相手方の後ろの方を見たら、私たちの学校の家庭科の先生がいらしたんですよ。わあ、中川先生いらしたいって言ったらね、その先生が一人の女の子を倒れないように後ろからこう支えて、そしてその時に私ら見てね、何かあっても言ったらいけないいうサインを送ってんです、その子のこと。いうのがどこが栄か分かりませんけども、東へ逃げた同級生でも雨は降らなかったっていう、西へ私たちが逃げる方へ黒い雨が降って、黒いような放射能が降ってくる上に雨が降ってきましたからね。だからこの私顔が焼かれなくても灰をかぶってますからね、雨が来るとなんか変な顔になってますよね、鏡見ないけども。だからこの血が流れるとこも黒くなってますよ、こうね。そして私自分では鏡がないから分かんなかった。そしたら先生がこう支えとる女の子をね、一生懸命私の名前呼ぶんですよ。で「え、あんた誰？」って言ったいうのが、なぜか言うとまともな顔してなかったんです、その同級生。いうのがドムの方向いてらした、私らの前ね、先生の後ろに。だからずるっと逃げる体勢もしてないから、ずるっとやられて、顔がもう風船のごとく腫れ上がって、もうまぶたも鼻の位置ぐらい風船のように膨れてますでしょ。唇いったらウインナーを重ねてね、こんななって、そしてまぶたも奥の方へ細い黒目がちょっと見える程度の、それ持ってて灰かぶって雨かぶってるからね。だから全然誰か人相が分からなかったね。誰って言ったら、その子が倒れたらいけない思って、先生がこう家庭科の先生がこう持ってらしてね、言ったらいけん言ったらいけんってこと。それで私たちも言うことが分かるから、「分かりました、私よく分かったね」って、私真っ黒い顔してるでしょ、うん、でも分かったよってその子が言ったの。「ごめんね、あんたの顔がね、やはり灰と雨でね、分からなかった、ごめんね、あなたも大変だったね」って言ったら、あれが「いや私もだけど、あんたもやけどいっぱいして血が出て大変だね、でも頑張って学校まで帰りましょう」ね。でそこ上がったのがお昼前、それでなんとか持って「先生、水を飲ませてもらっていいですか？」って言ったら、おそらく先生も学校まで帰れる体力なかろう思ってね、もらいなさい、いいですよ、先生が責任持ちますから、この子らにね、お水やってくださいって、兵隊さん消火に当てるバケツがいっぱいある、それ汲んでくださってね、先生が飲ましてもらえ、そしたら身の割れにと水飲ましてね、飲んで、だから中には倒れて動かなくなった人もいらっしゃる。でも私らはまあ勢運があったんでしょう。当時上先生と逃げた人が20人ぐらい、私たちが組んで逃げたのが160人いた中でね、20人いなかった。まあそこにねおりました時も、まあお昼前に上がって3時頃になると日がだいぶ収まってきたし、そしてね、ぼちぼち降りられてもいいでしょう、あなたらの学校は焼けてない風だからって、兵隊さんがおっしゃって、さあほいじゃあ降りましょうかって言ってね、降りかけたら一人が行動するとね、みんなどっか助かりたいいう気持ちでどん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 降りてくるんですよ。でまあ私たち降りたら、江場っていうところは海苔と牡蠣の養殖の、ま、漁師さん、でその漁師の町でね、方は一帯に家が焼けてなかったですからね、2キロ離れてますから。それでその時におばあちゃんが、漁師さんのおばあちゃんが表から出て、「どこで会ったの、そんなふうに」、町の方で会ったんですよ、大変だったね言ってね、まっとなさ、あなたね、パンテだけで裸だから、暑いのがこうね、こうやけどの跡刺したら痛いだろうから、ちょっとまっとなさいって、お家入ったら昔お座布を包む木綿の風呂敷の大きいの、ここで結んでくる。いうのが、手がもうこれ以上上がらないから、「おばあちゃんありがとうございました、お母さんとね元気になったら
お礼に伺いますから」ってね。そうしたらおじいちゃんが「待っとれ」。おじいちゃんがね、魚取りに出る船が14、5人乗れるからね、ちょっと待っとれ言われてね、用意されて小舟を出して、ただしこれ10人ぐらいしか乗れないぞ、そしてひどい人が先乗って真ん中にしゃがんで動かないように、ちょっとねやけどえっとしてない元気な子はヘリへ乗って縁を持ってね、しっかりして、これをもうほとんど海ですからね、エバっていうところ。だからここから振り落とされたらね、おじいちゃんは絶対あげられないからね、よう言うことを聞いてあれしてくれって14、5人があれです乗って今から出すからなって言った時に、まだ2、3人乗れるスペースがあったんです。そしたらもう50センチぐらい離れてるのにね、ドドーンと走ってきた2年生か3年生の男の子がね、ポーンと飛び乗ったんです、船に。と、その言葉は聞いてませんからね、飛び乗ったの。言われた通りに船がぐーっとなってね、その時に女の子が何人か男の子が何人か分かりませんけども、3、4人振り落とされて、もうそれはみるみる沖へ流されてね、今だったら大問題だと思います。でもその当時はもう行方不明でね、私たちの学校の生徒か誰か分かりませんでしたけどもね、振り落とされて、でもなんとか隣のね、渡った反対側へつけて上がった時には吉島言いまして、そこは滑走路のない飛行場、上がりましたけども一機もおりませんでした、戦闘機で。そこもだんだんとねこう行きますのに、まあ焼けてないですからね、海に近い方を通っていきますのでね。そうしたら爆風で殻飛んだりね、塀壁、昔はあなた板でひっつけたような上だけ壁とかいうのがね、そういうの板がもう全部離れて、で上向いてますから30センチぐらいの釘が上向いて、それがあの辺にあるの分かってても、歩いてたら目の前来たらこういう風だから見えない。ぐしゃーっと私こっちの足をぐしゃーっと踏んだんです、こちらのね。そしたらもう放射能が回ってどこって言いますか、痛いも何も感じがないんです。みるみるね、足がこんな風に腫れ上がりましてね、こういう毒が入ってますから。そしてああこれはもうダメだと思って、先生皆さん置いて帰ってください、またこんな風になったらね、皆さんに迷惑かけますから。私は私で努力して帰りますって言った。でもその当時はね、誰一人としてね置いていく子がいなかった。みんな肩を貸してくれてね、高校に、で学校に帰りまして、はい。